今回はプシプル電力増幅回路を設計していきます。まずプシプル回路がどのような回路かを簡単に説明します。トランジスタのコレクタから出力を取り出した回路、これが電圧増幅回路です。固定バイアス電圧増幅回路も電流機関バイアス電圧増幅回路もコレクタから出力を取り出していましたね。そしてトランジスタのエミッタから出力を取り出した回路がエミッタフォロワー電力増幅回路です。今回設計するプシプル電力増幅回路もエミッタフォロワーと同様にトランジスタのエミッタから出力を取り出しています。 NPN 型トランジスタのエミッタと PNP 型トランジスタのエミッタの両方から出力を取り出しているわけです。これは NPN 型のエミッタフォロワー電力増幅回路とPNP 型エミッタフォロワー電力増幅回路を合体させた構成です。なぜこんなことをするのかというと、それはエミッタフォロワー電力増幅回路の欠点を解決するためでした。エミッタフォロワーは負荷抵抗が小さいと出力信号の加減がクリップしてしまうという欠点がありました。そこで NPN 型のエミッタフォロワーと PNP 型のエミッタフォロワーを合体させて、信号の上の部分の増幅を NPN 型に、下の部分の増幅を PNP 型にやらせることで、この欠点を解決したのがプシプル回路というわけです。こういう形の回路を相補型回路、またはコンプリメンタリー回路と言います。この回路、CMOS ロジック回路のインバーター回路とそっくりですよね。コンプリメンタリーメタルオキサイドセミコンダクターの頭文字を取って CMOS ですからね。プシプル回路の動作について解説します。基本のプシプル回路はこの形です。この回路がどのように動くかというと、こんな風に動きます。例として、電源電圧 VCC を 12V としましょう。入力に制限波を入れてみます。この入力カップリングキャパシタとバイアス回路の部分で信号はこのようにかさ上げされます。ちなみにバイアス抵抗 RB1 と RB2 は同じ抵抗値にしますので VB1 の値は2分の VCC、つまり 6V となります。そうすると NPN トランジスタと PNP トランジスタは 6V を境に交互に動作することになります。考え方としては、グランドから見た電位は VCC が 12V で VB1 は 6V ですけれども、VB1 から見れば VB1 と VCC の電位差は 6V で VB1 とグランドの電位差はマイナス 6V ですよね。ですから VB1 を中心に波形の山の部分で NPN トランジスタが動き、波形の谷の部分でPNP トランジスタが動くわけです。出力の電気の流れは、NPN のエミッタからプッシュ、PNP のエミッタからプル、NPN のエミッタから押す、PNP のエミッタから引く。だから、プシプル回路と呼ばれているという冗談のような本当の話なわけです。でも、この回路には問題があります。出力波形がこんな風に歪んでしまうんですね。なぜかというと、今までこのチャンネルの回路設計の動画を見てきた方なら、なんとなく想像つきますよね。そう、バイポーラトランジスターは VBE が 0.6V 以上にならないと動かない。毎度おなじみのこのグラフです。つまり、こういうことです。ベースエミッタ間電圧が 0.1V だと、NPN トランジスターは動きません。ベースエミッタ間電圧が 0.2V 動きません。 0.3V 動きません。 0.4V でも動きません。 0.5V、 そして、ベースエミッタ間電圧が 0.6V になると、ここからようやくトランジスターは動き始めます。 VB が 0.7V になって、ようやくエミッタから出力電圧が出てきました。そして、ベースエミッタ間電圧 VBE は 0.8V、0.9V、
1V、2V、3V、そして、制限波の上限に対して 3V、2V、1V、ベースエミッター間電圧 VBE が 0.6V に戻って、NPN トランジスタのエミッタの出力は止まり 0V となります。そして今度は PNP トランジスタの担当になります。ベースエミッター間電圧 VBE が 0.1V、 PNP トランジスタは動きません。ベースエミッター間電圧 VBE が 0.2V でも動きません。マイナス 0.3V、マイナス 0.4V、マイナス 0.5V、 そしてベースエミッター間電圧 VBE がマイナス 0.6V で、やっと PNP トランジスタのエミッターから電圧が出てきます。マイナス 0.7V、マイナス 0.8V、マイナス 0.9V、 1V、 2V、マイナス 3V、 そして、制限波の、下限に達してマイナス 3V、マイナス 2V、マイナス 1V。 ベースエミッター間電圧 VBE がマイナス 0.6V で PNP トランジスタは止まり 0V というわけですね。このようなメカニズムで出力信号の歪みが生じるわけです。この問題を解決するためにはどうしたらよいかということで考え出されたのがこの回路です。先ほどのプッシュプル回路と違うところは、バイアス回路にシリコンダイオードが2つ入っていますよね。シリコンダイオードもバイポーラトランジスタと同じように純方向電圧が 0.6V 以上になるまで電流が流れません。このダイオードの純方向電圧を出力の歪みを取り除くために利用するわけです。この場所にダイオードを入れると何が起こるかというと、 NPN トランジスタのベースエミッター間電圧が 6.6V に上昇します。6V プラス 0.6V ということです。同様に PNP トランジスタのベースエミッター間電圧が 5.4V に下がります。 6V マイナス 0.6V ということです。つまり NPN、PNP それぞれに 0.6V 分のオフセットをかけるというわけです。 NPN も PNP も動作しなかった 0.6V 分をダイオードの純方向電圧でかさ上げしますので、出力がこのように滑らかな波形となるというからくりです。これでプチプル回路の問題は解決されたわけではありません。新たな問題が発生します。トランジスタというと温度変化によって特性が大きく変わってしまう素子でしたよね。当然温度変化によってベースエミッター間電圧も変動します。そうするとVF イコール VBE というオフセットの関係が崩れてしまうわけです。周囲温度が低くて VF よりも VBE が大きくなるような崩れ方をする分には、このように歪みが出るだけで済むのですが、周囲温度が高くなってこんな風に VF よりも VBE が小さくなるような崩れ方をすると厄介です。この余った分の電位差に伴った電流がベースに流れ、この電流の HFE 倍がコレクタエミッタ間に流れることになるのです。入力信号が0でも何もしていなくてもコレクタエミッタ間には常に電流が流れっぱなしです。これをアイドリングコレクタ電流と呼びます。コレクタエミッタ間に電流が流れっぱなしになると、トランジスタ自体が発熱し始めます。するとさらに VBE が下がり、VF との差が大きくなります。VF-VBE の値が大きくなると、コレクタエミッタ間の電流はさらに大きくなります。するとトランジスタの温度はさらに上昇し、VBE が下がり、アイドリングコレクタ電流はさらに大きくなり、という悪循環が始まり、最終的にトランジスタから煙が上がり、トランジスタは破壊されます。これをトランジスタの熱暴走と言います。では、この熱暴走を防ぐにはどうしたらよいかと
というわけですが、方法は2つあります。1つ目の方法は簡単です。ここに抵抗をかませるだけです。これで電流の悪循環による熱暴走は抑えられます。なぜこの一対の抵抗で熱暴走が抑えられるのかというと、こういうことです。VF と VB のバランスがこのように崩れた場合、抵抗がないとアイドリングコレクタ電流はベース電流の HFE 倍の値になってしまいます。でも、この回路のこの部分に抵抗が一つ加わるだけで、アイドリングコレクタ電流はこのように変わります。数式にするとわかりやすいですよね。掛け算と割り算では雰囲気的にも真逆な感じですもんね。でも、この方法では熱暴走は抑えられますが、熱の変動による出力信号の歪みの問題は残ったままです。実は、これから説明する2つ目の方法は、熱暴走も抑えられますし、信号の歪みの問題も解決します。ちょっと複雑ですが、完璧な方法です。それは、バイアス回路のシリコンダイオード2つの部分をトランジスタに置き換えるという方法です。温度によって特性が変わってしまうというトランジスタの欠点を逆に利用するわけです。これぞ攻めの回路設計って感じですよね。バイアス回路のダイオード2個をこの回路に置き換えた場合、各箇所の電流、電圧がどうなるかを見てみましょう。バイアス用トランジスタは増幅用トランジスタと同じものを選びます。そして、すべてのトランジスタを同じヒートシンクに貼り付けます。そうすると、3つのトランジスタが同じ環境で温度変化するので、3つのベースエミッター間電圧が同じ値で変化します。これを熱結合と言います。バイアスのオートマチック化には、この熱結合が重要なポイントになります。熱結合を条件に、この回路を解説しましょう。目的は、出力信号の歪み分のかさ上げ電圧 VBS を温度変化に連動して自動的に変化させたいわけですね。VBS イコール VBE×2 としたいわけです。この回路はそれが実現できます。まず、ここの電流 I は RB 分の VBE バイアスとなります。回路の目的である VBS は VA プラス VB ですね。VA は RA×I、VB は RB×I です。そうすると VBS はこんな風に書き換えられますね。この式の I の部分を RB 分の VB バイアスに置き換えるとこうなりますよね。VB バイアス、VBNPN、VBPNP は同じ値なので、RA と RB は同じ抵抗値にします。先ほどの VBS の式に RA と RB を同じ値で代入すると、このように書き表せますね。これを計算すると、このようになり、故にこのバイアス回路は VBS イコール VBNPN プラス VBPNP が成り立つということがわかりましたね。このバイアス回路は全く同じ温度特性の3つのトランジスタで構成されているので、温度がどのように変化してもこの式は崩れません。温度が変化してもこの式が崩れないということは、アイドリングコレクタ電流が生じないということですから、理論上この一対の抵抗は必要ないということになります。しかし、実際に製品としてアンプを設計する際は、フェイルセーフとしてここに非常に小さい値の抵抗をつなげておきます。私は個人的にこの回路をオートマチックバイアス回路と呼んでいます。プッシュプル電力増幅回路の設計2回目は、この回路のパラメータを決めていきます。